吉田さん、1周年おめでとうございます。億万長者合宿1年経ちましたか？1年経って動画1500、600本撮ったってことですかね。1日だから平均5本ですか？少ないですね。なんか妙に、いやなんかね、もっとね20本30本攻めていかないといけなかったですね。いや1年で1500か、少ねえな。まあ他の動画もやってますからね、お互いに。私もだからね、少ないなって日で20本ですね、動画は。というのがね、お問い合わせの大半は私動画で返信するんですよ。まあ、ですんでお問い合わせの多い日っていうのは、まあ、100本とかいう日もね結構あるんですけどもね、あの短いやつをこうボンボンボン作っていくみたいな感じですね。まあ、だからなんかこのメールで文字打つよりももうね動画ですね、私の場合は。まあそんな感じなんでね、あの1年経ちましたけども、いかがですかね。億万長者合宿に参加して稼ぎたいと思った方、できてますかね。1年経って稼ぎたぜっていう方から報告いただくってことがなかなかないかなと。もちろん稼いでる金額にもよるんでしょうけども、それは10万20万だったらね、もう1年経ったら誰でも稼ぎますよ。それはやっぱり最低ね、やっぱり500万とかあの辺は行ってほしいなと思うんですよ。まあ、私もこの億万長者合宿のリレーをずっとやってますけども、生まれた売り上げってのはやっぱり1000万はくだらないと思うんですよ。このリレーをやっててですよ、リレーをやってて億万長者合宿の動画を見ましたとか言ってね、速稼塾って何ですかってお問い合わせいただいて、まあ参加概要をお送りしてっていう感じで、もう完全にこれ吉谷さん一人に届けばいい動画なのに、まあね、多いのでは何千回か回っちゃったりとかね、何十回とか、平均でまあ100回いかないぐらいだと思いますけども、それにしてもね、1000本取ったら100回で10万回転ですからね、恐ろしいですね、やっぱ積み上げというか。はい、それでね、今回のテーマ、あのお金をくださいって言わないとそれは物売れませんよって話なんですよ。だからビジネスでなんかノウハウコレクターになっちゃう人いますけども、その人はね多分売ってないんですよね。売ってないし売れてなくって、それでまた買う、だからお金出るばっかりしかないわけなんですよ。誰もね買ってくれなんて頼んでないんですけども、売ってくださいって頼む人ですからね。売ってくださいっていうことが言えるのに、買ってくださいって言えなければそれはもうビジネスにならないと思いますね。まあずっとね、はっきり言ってカモのまんまでいるしかないです、そういう人は。ここまでネタをばらしてね、私と吉谷さんで、売ればいいんだよって、で商品を売るっていうのはお金が欲しいから売ってるんだよと、特に借金を返済したいから商品作って売ってるんだよっていうの分かってるのにやっぱ買うじゃないですか。で結局ね、その商材を売ってくるのを前提で動画を見ているってことなんですよ。で、あ、いつかセールスが来るなと思ったら見ないでしょ。だからね、私はね、そっから抜け出られない人はずっとカモというかね、卵というかね、目玉焼きにされて食べられるばっかりだと思うんですよ。ですんでそれが悔しいなと思うんだったら、一日も早くねセールスをすることだと思います。それはね、別にインターネットの向こうの人に売ろうなんて思うから難しいんですよ。家族とか、その今目の前にいる人とかね、会社の同僚に売れば売れないものはないと思うんですけどね、私はね。はい、ということでね、最近売れたちょっと変わったものということで、今手元にないんですけども、なんかちょっと変わったものが売れたんですよね。ちょっとまあ紹介しようと思ったんですけど、やめときましょうか、ちょっと放送禁止になりそうなんで。あ、ちなみにですね、あるネットワークビジネスで私化粧品を扱ってるんですけども、この化粧品の瓶が売れてますね。瓶がこうインテリアにいいらしいです。これ3本とか売れました。まあ高くないですけど、1本500円ぐらいで売れるんですけども、1500円とかで3本売れたりとかしましたね。これを飾っておくとなんかいいらしいです。何に使ってるのか私は知りませんけども、まあ、そういった形でまあ誰も買わなければね、捨てようと思ったものがもう売れるみたいなこともありますしね。不思議ですよね。売ったり買ったり、あ、そういえば買うって言えば、私そういえばあれですね、ナイトライダーのナイト2000トランザム買ってもう1年ぐらいになりますね。早いなと思いますね。確か去年の4月に埼玉行って買い付けしてきたような気がしますね、ディスプレイしてあるの。キットとの付き合いも1年か。はい、家を一括で買ってそれまでの借金を返して、しかもいわゆる客観的な仕事をせずにこうやって動画ばっかり撮って、でもどんどん資産増えていくというふうな私の人生でございます。今ね、巣ごもりっていうかね、自粛で世の中静かになってますけども、私はもともと自粛なんで、吉谷さんと同じように生活は変わんないですね。でやることも同じですね。吉谷さんだったら商品作って売る、でやっぱり
買う人はいるわけですよ。特にねこの4月振り返ってみて思うんですけども、速稼塾も結局ね30人ちょっと入ってますね。セールスもしてないのに30数人入ってますね。30数人ってことは、まあ、30人で計算しても100万円ぐらいなんですよ。あのセールスはもう12月31日にしたんでそれ以来してないんですけどもね。で4月1日からちょっとね、全農で45万っていうことにしていたんですけども、それをねまあ今のところちょっと延長してですね、まあ、こういうご時世なんで私の場合は、まあ、これほどまでにね多くの方が支持してくださってるんだったらまあ1ヶ月2ヶ月うもうちょっと後ろに伸ばそうかなと、後ろ倒ししようかなと思って4月の今28日迎えて、そっかあれだな、億万長者合宿のリメンバー1周年だなと思って30人以上が速稼塾入ってますね。このしまいにはねセールスしてないのに売れるというね。だからこれはでも上級者の話なんで、まだね売り上げを50万とか100万とか立てたことがないインターネットビジネスに飛び込んできた方は早くねセールスをした方がいいと思います。何も商品極端な話いらないですよ。例えば私が久保哲郎 ですから、まあ、久保哲郎スペシャルコンサルとかね2時間、5万円とかって売ればいいんですよ本当にね。で年間コンサル1年間通して150万とかで売ればいいんですよ、うん、だからそのねまず売ることをやってみて、でお問い合わせがあるなり何にもないなりいきなり売れるなり、そういうのアクションがあると思うんですよ、マーケットの。でそれに対してこんなことが起きたんですけどどうしましょうかっていう相談を私は聞きたいですね。なかなか行動する気にならないんだけどどうしましょうかみたいなね、そういうレベルを終わっていただいて、もうねさっさとやれっていうか、あなたの人生あなたのお金のことですよってことをね強く言いたいなと思いまして、今日の1周年記念の言葉に変えさせていただきました。ありがとうございます。